ほら帰るぞ。先に帰ってて直に帰るから。あいつはやめとけ。やめとけと言われるとなおさら引かれてしまうのは分かった上で言ってる。やめとけ。うるせえ、邪魔すんじゃねえ。今後世に残る名作コントが生まれようとしてるところなんだよ。なんだよ、貴様俺を誰だと思ってんだ。あれやこれや様だぞ。泣く子も黙る三角座のあれやこれや様だ。こいつらチート系いいんだけどなかなか愉快だね。ええ、テンポがいいですよ、弾み具合が。もうすっかり N 剣やロッパの時代じゃないな。老兵は消え去るのか。あの人たち見ててももう痛々しいだけですよ。おかしいな。どこがどうおかしくて笑ったんですかって聞いてんだよ。あなた、何です、見たことあるな。芸人さんですか。呆れ返っちゃう。はい、今かかってる演目なら好きな日に入場できますから。三角座第273回公演。面白いですよ。1枚300円です。よろしかったらご家族の分も。ストリップですか。いいえ、軽演劇です。本当に面白いんです。びっくりしますよ。軍人さんもいかがですか。お便所借りたお兄さんも。僕そこで働くんです。三角座裏方で。よかったですね。僕の弟も三角座の看板俳優でって本人が言ってまして。弟さん。米田助蔵、芸名はあれやこれやとかいう。あんたこれもの兄貴かい。米田彦蔵です。お知り合いですか。さっきあの人が浴びたラーメン、これボーノだよ。今ちょうどあなた方の話をしてたところなんですよ。あなたとお兄さんのつくづく名コンビだったって。いつの話ですか。小説を書いてる川端だったり。いいよ誰だって。何、失礼じゃない。構わんよ。構うわよ。ちょっと灰を取ったからって病人ずらしちゃって。トリコさん。何よ。あんたまだ手伝ってんの。はい。よくもまあ懲りずに。楽しいですから。座員半分になったっていうじゃねえの。いつだったか見舞いに来た森館のやつが言ってて、俺らも今日で辞めますって。半分までは減ってませんよね。半分よ。生活ってもんがある、誰んだって。じゃあ失礼します。おい、ほら今晩の不安レター。そこ置いといて。18通記録更新じゃ。あ、大和兄さんにも3通。いちいち数言わなくていいよ。何がおかしいんだよ。思い出し笑いですよ。すみません、自分が面白いとは思ってませんよ。ほう、思ってるでしょ。思ってる、思ってるけどそうじゃねえんですよ。俺は面白いんです。俺は面白いんですけど、面白いんです。なんだよ、面白いじゃねえかよ。これや話が下手くそ。呼び捨てやめろっての。これや兄さんは自分のことを面白いとは思ってるんです。でも今やってることは、やらされてることはちっとも面白いと思えないし、どうしてお客が面白くない自分を見て笑ってるのかもわからないんです。そうでしょ。そう。何言ってんのお前。お兄ちゃんには無理よ。無理ってなんだよ。無理だおめえには。こんなことスケゾーには絶対言えませんけど、僕最近聴講室で見ててもほとんど笑わないんですよ。はっちゃんも何がどうおかしいのかあまり話してくれなくなっちゃったし、あの頃が懐かしいです。仕方がないですよ、いろいろな時代があります。そうですね。それコレアじゃないんですか、プレスリー。あれ、コレアは便所回収役は。これもなんだけどな、今回は欠場することになった。え、すみません。おめえが謝ることはねえや。やるしかねえじゃねえか、今回はこれもなしで。10日後には必ず戻ってくると。これや兄さんも本当に辛そうで。辛そうだ、見えすいた嘘つくんじゃねえよ。
ずらかりゃ出ずに済むか。あの頃は浅草が全盛でさ、新宿で頑張ってんのはムーランと三角座ぐらいだったよね。そうだね、うん、ムーランルージュが閉まったのが昭和26年だからもう7年も前ですか。そうか、まさに孤軍奮闘ですな。これやもう時期ですよ、うん、彦蔵は今日だって知らされてねえみてえで、かわいそうに兄貴なの。ええ、座長さんが、うん、何の用ですか。いや別に何ってこともねえけどよ、たまに話そうかと思って。兄さん分かってるよ。この人池の鯉全部に名前つけてんのよね。はい、全部で26匹です。へえこの頭が黄色いのがどん兵衛だっけ。どん兵衛は口のとこだけが赤いやつです。頭が黄色いのは亀吉です。亀吉餌をやってもそいつだけ寄ってくるのがいつも遅いんですよ。かわいいのろまの亀吉です。したの、ね、プロポーズするんでしょ。長野にいる間にやめたの。しますよ、しますけどまだです。そんな来る道で。早いとこしちゃいなさいよ、善は急げ。ええ、念のため手紙を書いてきたんです。それから指輪も。指輪、うまくなったよな、ねじこちゃんは。何よ急に。いやいや、うまくなったよ。手がつけられないぐらい下手くそだったから。はい、すみませんでした。いえいえ、俺も頑張んねえと。あ、明日も張り切っていこう。はい、よしよし、張り切っていこう。もう一つ張り切れないんだよ。なんでかね。ダメだね、こんなじゃ。ああ、始まったね、花火。見に行くだろ。ええ。彦坊、ここの花火初めてだから感動しちゃうんじゃないかい。そうですね。なんや、かやと波風立ててばかりの連中ですけどね。みんな何がしたいかって、いや、人を笑わせたいだけなんですよ。可愛いと思いますよ、私は。今の三角座を支えているのはママさん、あんただよ。いや、私はそう思ってますよ。これからもバンちゃんと三角座をどうぞよろしくね。こちらこそ。お待たせいたしました。ありがとう、クマちゃん。クマちゃんではありませんが。まただよ。ここにおったんか。みんなお前のこと探しとったぞ。知っとる。そうか。綺麗じゃな。綺麗じゃな。子供の頃よくやったな、花火。やったな、裏の土手で。あんちゃんは蛇花火が好きじゃったな。好きじゃったな。だいぶ違うな、蛇花火とは。当たり前じゃ。どうじゃ、調子は。あんまり良くない。そうか。俺、病院に放り込まれるんじゃな。え？ええんじゃ、拡散でも。放り込まれるってお前。その方がええのかもしれん。うちなんかおらん。なんちゃか死にとる。な、もう嫌だ。もう死にたい。もう嫌だ。平気だよ、ほっとけ、落ち着く。珍しいこっちゃね。座長さん、こいつ早く病院に入れてやってください。一刻も早く入れて治してやってください。お願いします。とても素直で優しいやつなんです。お願いします。大丈夫か。平気よ、あの人病気なんだもの。治してもらわなくちゃ。うん。どうしよう。なんだ、どうした。金庫が。ねえのか。いえ、金庫はあったんです、お部屋のドアの前に。ですけどお金が一銭も入ってないんですよ。はあ、
どうしよう。